ロボットオペレーティングシステムとは、ロボット用のソフトウェアプラットフォームである。ロスはその名に、オペレーティングシステムを含むが、マイクロソフト、ウィンドウズや iOS のようなコンピュータのオペレーティングシステムではなく、既存の OS 上で動くミドルウェアやソフトウェアフレームワークの一種であり、メタオペレーティングシステムとも説明される。ロスは、ロボットソフトウェアの共同開発を世界規模で、 推進することを目指している。スタンフォード大学の学生が開発したスイッチヤードプロジェクトを期限に持ち、それを引き継いだアメリカのウィローガレージ社が2007年に本格開発を開始し、2010年に最初のリリース版が公開された。その後、非営利団体、オープンソースロボット財団が設立され、ロスの開発を主導する役割が引き継がれた。 オープンソースソフトウェアとして開発、公開されており、世界中から多くの人々が開発に参加している。ロスが動作する OS は、Ubuntu や Linux Mint などの Linux が中心で、MacOS、Windows、Android でも一部の機能が対応している。ハードウェアの中小化、低レベルのデバイス制御、汎用的な機能の実装、プロセス間のメッセージ通信、 パッケージ管理などを行うほか、ソフトウェアの開発や実行などのためのツールやライブラリーを提供する。分散コンピューティングシステムとして設計され、ロボットに必要な様々な計算を複数のプロセスで並列的に行う。各プロセスは単独、または複数のコンピュータ上で実行可能であり、処理結果を相互に送受信しながら、一つの大きな ソフトウェアシステムとして動作する。ロスのソフトウェアは、コアユーティリティとパッケージに分かれており、ユーザーは使いたい、機能のパッケージを選択してインストールすることで、ロボットに必要な各種機能を利用できる。パッケージは自作することが可能で、ロスは C や Python をはじめ、r ス s や Java など、多数のプログラミング言語をサポートしている。ロスを搭載したロボットは、移動ロボットや、 ロボットアームのほか、ヒューマノイド、自動運転車や無人航空機、自律型無人潜水機などと様々である。学術研究を主な対象として開発が始まったロスだが、次第に産業用途にも利用範囲が広がり、ロスを搭載したロボットが製品化され、市場に登場するようになっている。新たな利用領域に求められる機能を実装するため、ロスの次世代バージョンである。 ロス2の開発、リリースも始まっている。ロスの目標は、ロボットソフトウェア開発におけるコラボレーションを全世界的に推進することである。特に、ロボットの研究、開発で用いられるソースコードの再利用性を最大化することを目指して開発された。ロスは、ハードウェアの中小化、低レベルのデバイス制御、 汎用的な機能の実装、プロセス間のメッセージ通信、パッケージ管理などを行うほか、複数のコンピュータにわたって、プログラムの取得、開発、実行などを行うための,のツールやライブラリーを提供する。ロスは、ロボットオペレーティングシステムの略だが、この言葉からは、ロスの実態を正確に把握しにくいとの指摘もある。ロスの情報発信における中心的サイトである。 ロスウィキでは、ロスを、メタオペレーティングシステムと呼んでいる。ロスプロジェクトの中心人物である、ブライアンが、キーは、ロスとは何かという質問に対し、ロスイコールプラミングツールズケイポビラティスエコシステムと答え、次のように解説している。プラミングとは、いわゆるミドルウェアの通信ライブラリー機能に相当し、ケイポビラティスとは、知能ロボットのライブラリーモジュールに相当する。 ロスの起源は、アメリカのスタンフォード大学の学生で、人工知能研究所のスタンフォード AI ロボットプロジェクトに参加していたモーガン・クイグリーが開発したスイッチヤードシステムである。スイッチヤードは、ロボット用ソフトウェアを開発するためのフレームワークで、あり、認識、計画、制御といった知能情報処理をロボット内外で分散処理できる、要並列計算を前提とし、 各計算プロセスは、ピアツーピアネットワークで非同期通信を行う、設計であった。複数の研究者による利用を前提としたモジュール性、有し新しいハードウェアへの適用を考えて、ロボットのハードウェアに依存する部分としない部分を、明確に分けた設計がされた。また、スウィッチアードでは、ソースコードの新尾性も、重要視されたほか、デプロイシステムを導入するなど、 のちにつながるアイディアが含まれていた。2007年11月、アメリカのロボット関連民間企業である、ウィローガレージ社がスイッチヤードの開発を引き継いだ。同社は、パーソナルロボットや、サービスロボット産業の育成に取り組み、画像処理分野のオープンソースソフトウェア、オパンクフなどの開発支援を行った企業である。さらに、後にロスの、 ネットワークプログラムに大きな影響を与えるプレイヤー、ステージプロジェクトの開発者であるブライアンがキーも加わった。彼らによってスウィッチヤードプロジェクトはロスとして組織化され、ロスがロボット用フレームワークとして多くのユーザーを集める最初の転換点となった。ウィローガレージ社はオープンソースコミュニティを立ち上げてソフトウェアの共有、連携、 再利用を促進する枠組みを構築した。そして同社は、学会や技術者、開発者向けイベントへの支援や参加を積極的に、行った。また、初めてロスを利用する技術者向けに、ソフトウェアエンジニアではないヒューマンドボットインタラクションの専門家とともに、マニュアル等の文書整備を推進した。2010年1月22日にウィローガレージ社は、ロス1.0を発表した。 2010年3月には、ロスの最初の公式リリースである、ロスボックスタートルが公開された。その後もアップデートが重ねられ、リナックスのようにディストリビューションとしてリリースされた。同年8月に、シータートル、そして2011年3月にダイヤモンドバッグが公開された。ウィローガレージ社が開発したロボット PR に、ロス点0のリリースと並行して、 ウィローガレージ社はロスで制御することを前提としたロボット PR2 を開発発表した。PR2 は日本のロボットアームを備えた自立移動型の研究用ロボットである。そしてウィローガレージ社は PR2 を利用したアプリケーションの開発コンテスト PR2 ベータプログラムの公募を行った。78の応募の中からアメリカ、ヨーロッパ、 日本を中心とした10の大学機関と民間企業1社が採択され、特に優れた提案に対しては PR2 が無償で提供された。2010年9月には40万ドルで PR2 の一般販売も開始され、オープンソースコミュニティへの貢献者には12万ドルの割引というインセンティブも与えられた。PR2 ベータプログラムが行われた2年間に、 ロスで再利用可能なツールやアプリケーションが次々と開発され、全体で2000以上のロスパッケージがリリースされた。PR にやロスを利用した研究成果を映像化して YouTube などに投稿するグループも現れ、メディアの注目を受けたり、そこからロスに興味を持つ研究者が現れたりする好循環が生まれた。これらの施策を通して、 ロスの研究と他のロボット研究とのコラボレーションも進み、ロスの知名度が飛躍的に高められたと評される。2010年11月には入門者への敷居を下げて、ロスの普及を図るため、ロボットキット、タートルバットが開発された。タートルバットは、アイロボット社のクリエイトを利用した車輪式の移動ロボットであり、翌年からウィローガレージ社により発売されたほか、 オープンソースハードウェアとして設計データが公開された。ロスは欧米の学術分野を中心に注目を集め、他のロボット用フレームワークに比べて急速にユーザ数を伸ばした。サービスロボットを対象として開発が始まったロスだが産業用ロボットに利用する動きも見られるようになった。ロスインダストリアルプロジェクトが立ち上がり、2012年1月には ロスインディストリエルの公開リポジトリが開設された。一方で、アイロボット社の CEO であるコリンアングルは、ロボットの主要ソフトウェアをオープン化するロスのアプローチは、これまで築き上げてきた重要な知的財産に他国が便乗することを許してしまうと指摘した。彼は、ロボット産業にとってロスは、危険な存在で事業の収益化に有害であると批判し、 今すぐロスをクローズドにすべきと主張した。同じ頃、ワシントン大学の研究グループがソフトウェアにロスを用いた手術ロボットの研究プラットフォーム、レーブン2を開発し、他大学の研究者らの利用も始まった。これに対して、インキュイティブサージカル社が開発した手術ロボット、ダヴィンチの特許に関して、法律上の問題が指摘された。ウィローガレージ側は、 ロボティクス分野においてもウェブ開発におけるランプのような基盤が必要であり、それがロスであると主張した。さらに同社はアパッチソフトウェア財団のような非営利団体の設立を検討していると表明した。この非営利団体は寄付を集めて開発者のコミュニティを組織し、独立してロスの管理、維持を行うことを意図したものだった。2012年4月、ィローガレージ社から ロスプロジェクトがスピンアウトされ、非営利団体のオープンソースロボット財団が設立された。オズフのコアミッションは、ロボットの研究、教育、製品開発にオープンソースソフトウェアを使用するための開発、配布、導入の支援とされた。2013年2月にウィローガレージ社はオープンソースでのロボットの研究開発を主導する。 役割を完全にオズフへ引き継ぐと発表した。同年9月には、ロスの開発、管理をオズフが引き継いで、最初のディストリビューションとなる、ハイドロ・メデューサがリリースされた。これまでは1年に2回のペースで、ディストリビューションがリリースされていたが、ハイドロ・メデューサ以降は、頻繁なアップデートを望まない、ユーザーの意見を取り入れて、1年に1回の公式リリースとなった。 この間、2012年5月には、ロスコミュニティの交流や、情報共有を促進するための最初の開発者会議、ロスコーンが、アメリカミネソタ州のセントポールで開催され、以降、開催地を変えながら、毎年開催されている。ロスの利用範囲は、学術分野を超えて、製造、農業、商業分野などに広がり、ロスを搭載したロボットが製品化され、 市場投入されるまでになった。ロスはもともと学術分野での研究利用を主な目的として開発されてきたため、これら新たな利用分野の要求には合わない部分が目立つようになった。また、2007年のロスのリリースの後、ロスの要件に適した新技術やソフトウェアライブラリーなどの開発、普及も進んだ。ロスの開発者らはロスのさらなる発展のために、 新たな要件に対応したり、新技術を取り込んだりする方法を検討した。その結果、既存のロスを問題なく利用している有罪の影響を抑えつつロスの進化を図るため、次世代バージョンは既存のロスと切り離して開発されることとなった。次世代バージョンは、ロスにと名付けられ、2015年8月からアルファ版のリリースが始まり、2016年からベータ版が、 段階的にリリースされた。そして、2017年12月8日、ロス2の最初の正式版、アーデント・アップローンがリリースされ、2018年7月2日には、更新版のバウンシー・ボールソンがリリースされている。この間、2017年5月に、オズフは名称をオープンロボティクスに変更した。リシンクロボティクス社が開発したバクスターは、 ロスの利用を前提としたロウ腕ロボットである。ロスは大学、研究機関といった学術分野をはじめ産業界や趣味分野まで幅広く利用されている。ロスの利用は移動ロボットやロボットアームをはじめヒューマノイド、自動運転車や無人航空機、自律型無人潜水機にも広がっている。ロスの利用を公表しているロボットはロスの公式サイトで紹介されている。 その他、企業、研究所、大学、個人などが非公開でロスを利用した多くのロボットを開発している。2015年に実施されたロボット競技大会である DARPA ロボティクスチャレンジでは出場した23チームのうち18チームがロスを利用した。公園や遊歩道といった屋外で 1km 以上に渡り道ロボットに自立走行させる筑波チャレンジでは 2017年の大会に参加したチームの3分の2以上がロスを利用した。また、ロボカップの一部門であり、家庭環境での課題達成を競うロボカップアットホームでは、2016年大会において、出場24チームのうち23チームがロスを利用した。その他には、アメリカ航空宇宙局が開発し、国際宇宙ステーションで稼働した。 ローボノートににもロスが利用されている。ロボットメーカーが開発したロボットでロスに対応している。ものは、メーカーのコントローラに、ロスから通信できるインターフェースが用意されていることが多い。2018年現在においては、サーボ機構の制御といったロボットの安全性や、信頼性に直結する部分については、ロボットメーカーが提供するコントローラを用いることが、一般的である。 ロスの入門者向けの標準的なロボットプラットフォームとしてタートルバットがある。タートルバットは教育用プログラミング言語であるロゴの使用例として制作された亀型ロボットに由来し、ビローガレージ社の研究者により開発された。ロスウィキで提供されているチュートリアルで登場するタートルシムもロゴのプログラム体系を踏襲している。タートルバットはこれまで初代二代目、 三代目と開発されてきた。いずれも車輪式の移動ロボットで距離センサーやラップトップコンピュータないしシングルボードコンピュータを搭載する。初代のタートルバット1はアイロボット社のクリエイトを利用し2010年に開発された。2代目のタートルバット2は2012年に開発され移動ベースとして友人ロボット社のアイクリーボーンが採用された。 三代目のタートルバットさんはロボティス社のアクチュエーターを駆動系に用いユーザーがパーツを組み替えられるようになっているタートルバットはオープンソースハードウェアとしてパーツリストやカナダドルデータが公開されておりユーザーが部品を改良したり 3D プリンターで制作したりできるロスを使うためにはソフトウェアを開発したりロボットを制御したりするコンピュータにロスをインストールする ロスが動作する OS は、Ubuntu や Linux Mint などの Linux 系 OS が、中心で MacOS、Windows、Android でも一部の機能が対応している。主要な OS については、ロスウィキでロスのインストール方法が説明されている。特に Ubuntu は、パッケージ管理システムに対応したインストールが可能で、ロス開発チームによるテストが行われることもあり、多く利用されている OS である。 Windows 向けにはマイクロソフト社がロス s 1 4 w i n d o w s を開発し試験リリースした。ロスのインストールやノードの実行が可能であれば様々な OS 上で異なる言語で実装されたノードを組み合わせてシステムを構築することができる。各ディストリビューションが対応しているプラットフォームはロスの公式サイト等で確認できる。ロスは2010年に ロス1.0が発表されて以降アップデートを重ねており特定のバージョンのファイル群をセットにしたディストリビューションとしてリリースしている。かつてロスのリリース周期は対応 OS である Ubuntu のリリース周期に合わせて1年に2回であった。しかし2013年にリリースされたハイドロメデューサからは頻繁なアップデートを望まないユーザーの意見を取り入れて 公式リリース周期は1年に1回となった。ロスディストリビューションのサポート期間は2種類ある。ウブンツと同様に長期サポートの考え方が取り入れられており、たま数年にリリースされるディストーションは LTS として5年間のサポート、それ以外のサポート期間は2年間である。ロスのディストリビューションは2番目のボックスタートル以降いずれも亀にちなんでおり、頭文字が アルファベット順になっている。ロスのディストリビューションには、それぞれ亀のアイコンが作成されている。また、ロスのロゴにある9個の点も亀の甲羅に由来している。ロスが亀を象徴としたのは、亀の上に乗った像が大地を支えているとする古代の宇宙観にちなんで、知能ロボットの世界において、ロスが亀のような役割を果たすようにとの願いが込められている。ロスの ソフトウェアライセンスはオープンソースソフトウェアの一つである BSD ライセンスやアパッチ2.0ライセンスを採用している。これにより商用及び非商用での利用が可能であるほか誰でもロスの修正、再利用、再配布ができ多くのボランティアが開発、改良に参加している。ロスは多種多様のパッケージやツールが複合したソフトウェアシステムである。 各プログラミング言語に対応する、クライアント層、具体的なアプリケーションを実装した、ロボットアプリケーション層、個別のアプロケーションプログラム作成のための、アプリケーションフレームワーク、通信を担う、コミュニケーション層、ハードウェア制御のための、ハードウェアインターフェース層、開発を支援する、ソフトウェア開発ツール、そして、シミュレータで構成される、ロスの、 アプリケーションプログラムはパッケージと呼ばれる基本単位で管理される。パッケージはロスソフトウェアの基本単位であり、最小実行単位であるノードを一つ以上持つか、他のパッケージのノードを実行するための設定ファイルを含む。各パッケージにはパッケージ情報の管理ファイル、ビルドで用いる設定ファイル、ノードのソースコード、ノード間通信のための設定ファイルなどが含まれる。 共通の目的のもと複数のパッケージをグループ化したメタパッケージと呼ばれるものもある。ロスのパッケージは公式なものだけでも2000以上ある。ロボット本体の制御に関するパッケージ、センサーに関するパッケージ、駆動部のためのモーター制御に関するパッケージなどがある。センサパッケージはカメラ、深度カメラ、レーザー距離センサ力、トルクセンサ音声認識、 フィドなど様々なデバイスに対応したものが公開されている。ロスにはソフトウェア開発を補助するための様々なツールが用意されている。主なツールとしては GUI ユーティリティツールの RQT や3次元可視化ツール、ルバス、マニピュレータの動作制御のための統合ライブラリー、ムービット、3次元動力学シミュレータのガゼボ用プラグインのほか、 工述するビルドシステムやパッケージのリリースツールなどがある。ルバスの実行画面のスクリーンショット。ルバスはロスの可視化ツールの一つである。視覚化の方法をプラグインとして用意することでロスで通信されるデータであれば種類を問わず表示することができる。例えば、測域センサや3次元振動センサといったセンサ情報やロボットの形状モデル、地図、 これから動作する計画軌道などを3次元表示することができる。RQT は QT をベースとする GUI 環境を提供するツールである。RQT には様々なプラグインが開発されており、ロスの分散プロセスの階層構造や接続関係をグラフ化したり、ロボットの搭載カメラの映像を確認したり、時系列データをグラフにプロットしたりすることが可能である。 ムービットは、マニピュレータの動作計画のための高速な、純動力学計算やマニピュレーションのための高度な、アルゴリズム、ロボットハンドの制御などの各種機能を提供するツールである。そして、マニピュレータに対する深い知識がなくても、動作生成などを行える、よう GUI 上で、設定や操作が行える。ガゼボは、 物理エンジンや3次元グラフィックスエンジンを搭載した3次元空間の動力学シミュレーターである。ロボットや空間の3次元モデルを読み込み、物理現象やノイズを含めたセンサの挙動などをシミュレートし、3次元映像を表示することができる。ガゼボは、ロストは独立したソフトウェアだが、ロスを主導している。オープンロボティクスが開発しているため、ロストの親和性が高い。 ロスのファイルシステムはインストールフォルダとユーザー産業フォルダに分けられる。インストールフォルダにはロスの中核プログラムであるロスコアを含むコアユーティリティやロボット関連ライブラリー、可視化やシミュレーションのための開発支援ツールなどがインストールされる。ユーザー産業フォルダはダウンロードしたパッケージやユーザーが自作したパッケージを保存して編集したり、 実行可能な形式にビルドしたりする作業スペースである。ユーザーが利用したい機能に応じて必要なパッケージやツールを追加インストールする。パッケージはパッケージ管理ツールを利用してインストールするか、リポジトリからソースコードを取得してビルドする。ロスは分散システムとして設計されており、複数のホストに分散してパッケージをインストールすることも可能である。 既存のパッケージにないハードウェアやアルゴリズムなどを実装するためには自分でパッケージを作成する。ロスは複数のプログラミング言語に対応している。主要言語は C や Python で、その他に JISP、Java、Lua、Ruby、Octave などでプログラムを開発することができる。ソースコードから目的のコードを生成するため、ロスはビルドシステムを有する。 初期のビルドシステムはロスビルドと呼ばれるものであったが、後にキャトキンと名付けられた新システムが開発された。ディストリビューション、グルービーガラパゴスからキャトキンへの切り替えが始まり、ハイドロメデューサ以降は全システムがキャトキンに対応した。キャトキンはクメイクを修正、拡張したもので、パッケージのビルド、パッケージ管理、依存関係パッケージの自動インストールなどが行える。 キャットキンはビルド結果をソースコードと異なるディレクトリに保存するアウトソースビルド方式を採用しパッケージの再配布やクロスコンパイルをサポートしたことでソフトウェアの移植性が向上した。キャットキンという名前は開発したウィローがージ社のウィローの木に見られるお浄化所に由来する。新規に自作したパッケージや既存のパッケージの改良、修正を行った場合、 リポジトリにコミットしてリリースすることも可能である。ロスはリリースのためのツール、ブルームを提供しており、その使い方を含めたリリース手順はロスウィキで説明されている。ロスはソフトウェアの再利用性を高めるため分散システムとして設計されている。ノードと呼ばれるプロセスが処理結果を送受信し合いながら、ロスは一つの大きなソフトウェアシステムとして動作する。 ロスのプロセスは、ピアツーピア型のネットワークを構成し、ロスネットワークは計算グラフとして表現できる。ロボットは、センサやユーザーインターフェース等から入力した情報を処理して、目的遂行のために必要な格子計算を行い、駆動系を制御する。ロスはこれらの演算を、濃度と呼ばれる比較的小さなプログラムに細分化して実装する。 ノードは実行可能な一つのプログラムであり、ロスにおける処理機能の基本単位である。センサドライバ障害物回避、モーターの駆動、ナビゲーションといった目的ごとにノードを作成する。各ノードは独立して並列的に動作し、同一ホスト上で全てを実行することも、複数のホストに分散して実行することも可能である。ノード間の接続情報を管理するプログラムを、 マスタと呼び、登録されたノードが他のノードから見えるようにする役割を担う。コアユーティリティに含まれるプログラム、ロスコアを実行することでマスタが起動される。各ノードの起動時にノード名や URI、ポート番号といった通信に必要な情報がマスタに登録される。マスタはノードから要求があった際に開いて、先ノードの情報を返し、それを元にノードは開いて、 先ノードとピア2ピア接続を確立する。ロスシステムを実行するためには、ロスネットワークを構築する、いずれかのホストでマスターを必ず一つ起動しておく、必要がある。マスターは一つのロスネットワークを構築、管理し、同一のロスネットワーク内で複数のロスコアは起動できない。マスターが異なるネットワーク間で、 ノード接続を行う場合は別途通信の仕組みを構築する必要がある。ロスはノード間の通信方法として、単方向非同期通信方式のトピック、双方向同期通信方式のサービス、双方向非同期通信方式のアクションの3種の方式を備える。ロスの配信から、コ読型のメッセージ通信基盤は、ほぼ完全に独自開発されたものである。 ロスの大きな強みの一つとして、ライブラリー群とシェアリングの仕組みを支える活発なコミュニティ活動が挙げられる。世界には様々なロボットソフトウェアプラットフォームがあるが、ロスはコミュニティ活動が特に活発とされる。ロスの開発はオープンロボティクスが単独で行っているわけではなく、世界中に開かれている。大学や研究機関の研究者、産業界の技術者、 さらには、趣味でソフトウェアやロボットを開発しているホビーストまで多様な人たちがロスの開発に参加し貢献している。また、ロボットの専門家だけでなく、計算機科学やコンピュータネットワーク、コンピュータビジョンといった分野からも専門家が参加している。ロスインダストリアルとは、ロスを産業用ロボット向きに拡張する取り組みである。ロスは、 サービスロボット研究の領域で広く利用されるようになった。ロスを利用した知能情報処理機能は産業用ロボット領域へも適用できるものであり、従来は技術的、コスト的に実現困難とされた機能の実装が期待されている。産業用ロボットの持つ信頼性とオープンコミュニティの柔軟性を組み合わせることでロスを用いたロボットアプリケーション開発を推進し、 産業用ロボットの開発コストの低減や、新規事業化や次世代ロボット市場へのロス適用などを目指している。ロスインディストリエルは、オープンソースプロジェクトとして安川電機、ビローガレージ社、そしてアメリカの独立非営利機関であるサウスウェスト研究所によって共同で立ち上げられた。2012年1月、ロスインディストリエルのレポジトリが、スワリーによって、 ギトハブ上に開設された。その後、2013年3月には、ロス・インダストリアルプロジェクトから発展的にロス・インダストリアル・コンソーシアムが設立された。コンソーシアムの中心メンバーは、アメリカでは、スワリー、ヨーロッパでは、ドイツのフラウンホーファー研究所の生産技術、オートメーション部門アジア太平洋地域では、シンガポールのアドバンストリマニファクチャリング テクノロジーセンター及び南洋理工大学である。2018年10月現在、3M、ボーイング、エアバス、BMW、ボッシュ、シーメンス、アブ、キャタピラー、マイクロソフト、ユニバーサルロボットなどの民間企業のほかロス本体の開発を主導するオープンロボティクスもコンソーシアムメンバーである。ロスインダストリアルでの研究成果は原則として、 BSD ライセンス、または a p a チ c h 2.0ライセンスで公開される。ただし、ロス産業コンソーシアムには、フォーカスドテクニカルプロジェクツと呼ばれる制度が設けられている。FTP は、コンソーシアム参加企業が特定のテーマを設定して構成する研究グループであり、グループ内で費用や設備を分担し、研究成果を共有する。FTP の研究成果は、 必ずしも公開されるわけではなく、FTP グループ構成メンバーの審議によって、公開の可否やリリース時期を決めることができる。ロスインダストリアルでの知財マネジメントに関する取り組みといえる。ロスは、もともと以下の前提のもと設計された。これらは、2007年の開発開始時に設定されたものであり、その後のロスコミュニティの発展により、その利用範囲は、製造。 農業、商業分野に広がり、ロスを搭載したロボットが製品化されるようになった。利用分野の拡大によって、ロスに以下のような新たな要望が寄せられるようになった。また、ロスでは配信から高読型のメッセージ通信基盤を独自開発していたが、その後の技術の発展により、ジロカンフ、プロトコルバファース、 データディストリビューションサービスといったロスの要件にあったオープンソースの通信ミドルウェア等が登場した。ロスの開発者らはロスの次世代化のあり方を検討した結果既存のロスを問題なく利用している有罪の影響を抑えるため既存のロスと切り離して次世代バージョンロス2を開発することとなった。既存のロスで独自実装だった通信ライブラリーはロス2では データディストリビューションサービスに置き換えられた。DDS の採用により実現した、セキュア通信、クオリティオブサービス通信、リアルタイム通信、ノード間の相互発見機能は、ロス2の特徴とされる。これによりメッセージ通信のリアルタイム性が向上し、ハードウェアと OS がリアルタイム性を持つものであれば、ロスの標準機能でリアルタイム制御を実現できるようになったほか、 単一障害点となり得る、ロスコアを必要としないノード間ネットワークを形成可能となった。これらの新機能に対応して、ロス2では API が新規設計されたが、ロス1との間で相互にメッセージ通信を行うためのブリッジプログラムも用意されており、両者の相互運用も可能である。この他、ロス2ではビルドシステムもアップグレードされ、キャトキンをベースに、 アメントが開発された。ロスには2015年から段階的にアルファ版、ベータ版が公開された。そして2017年12月に最初のリリース版アーデントアップローンが公開され、2018年7月には新バージョンバウンシー・ボールソンが公開された。バウンシー・ボールソンの時点でロスには Ubuntu、MacOS シエラ、Windows10 で利用できる。 ロス2のドキュメントは GitHub 上で公開されており、インストール方法を解説したページも用意されている。ありがとうございます。